ティモフィー・モズコフことティモフェイ・パブロビッチ・モズコフは、ロシアクラスノダール出身のバスケットボール選手。ポジションはセンター。216センチメートル、122キログラム。2004年、ロシアの2部リーグに所属するレンボストリート、ペテルブルクで、プロ生活を始めた。2006年に CS、CSK、VVS-2 サマラに移籍。 2006から2007シーズン開幕前にヒムキビーシーに移籍して2009から2010シーズンまで所属した。2010年に NBA のニューヨークニックスと3年間970万ドルで契約を結んだ。デビュー12戦目の11月23日に行われたロサンゼルスクリッパーズ戦で、 ブレイクグリフィンにダンクショットを許したが、自身の頭上から決められたシーンのポスターで知られている。2011年1月30日のデトロイトピストンズ戦では23得点、14リバウンドを上げて、勝利に貢献した。同年2月22日、カーメロ、アンソニーの絡んだ三角トレードでデンバーナゲッツに移籍した。同年夏、NBA のロックアウト中、 ヒムキビンシーに復帰した。2013年7月27日、ナゲッツとの契約延長に合意した。2014年4月10日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦で、自己ベストの23得点、29リバウンドを上げて、100から99の勝利に貢献した。2015年1月7日、ドラフト指名権などとの交換トレードで、クリーブランドキャバリアーズに移籍した。 キャバリアーズに移籍するまでは、背番号25番を着用することが多かったが、マーク・プライスの永久欠番となっていることから、ソビエト連邦のハンドボール選手だった父親の背番号20番をつけていた。2016年に初の NBA チャンピオンを経験し、7日1日にロサンゼルス・レイカーズと4年6400万ドルで契約した。2017年6月20日、 ブルック・ロペスとのトレードで、ブルックリン・ネッツに移籍した。2018年6月20日、ドワイト・ハワードとのトレードが成立し、シャーロット・ホー・ネッツに移籍した。ロシア代表として2009年バスケットボール男子、欧州選手権と2010年バスケットボール世界選手権に出場している。2010年世界選手権では、平均13得点。 4.4リバウンドを上げた。また、2012年のロンドン五輪では3位入賞に貢献した。ちなみに、当時のヘッドコーチは、一時、クリーブランドキャバリアーズヘッドコーチでもあったデビット・ブラッドである。ありがとうございます。